こんにちは、ラボンヌタブルの中村です。新シリーズ、楽するレシピ帳、楽しちゃいます。今日はですね、豆腐ステーキ丼を作ります。リアクして豆飯。本当はね、豆飯ってめっちゃ煮込むんだよ。豚の角煮みたいに1時間とか2時間とかだけどね、僕ね仕事帰りに10分で作っちゃうから、では早速作っていきます。焼き豆腐を使うんだよ。焼き豆腐を使うメリットは、最初からね水切りがしてある状態なんですよね。水分が普通の豆腐と比べて少ないんで、焼くのに適してる。しかも最初から焼けている。便利っすね。これをねステーキにするんだから、ちょっと手伝ってもらったようなもんですよ。まずペーパーで水気を切っていきます。で、水分がついてると焼いた時に油が跳ねるので、ここは丁寧に丁寧にポン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 って優しく水分を抜き取ってあげてください。切るでも木綿でも実はね美味しく作れるんですよ。その場合はちょっと重しをして、水抜きしていただいて、これぐらいの豆腐があるとしたら、これぐらいまで沈むぐらい豆腐の中にある水分を取っていただいてから焼くとスムーズです。さらに片栗粉とかを表面とかにつけて焼くとよりカリッと仕上がります。でもね、焼き豆腐はね最初から焼いてあるからね、片栗粉つけなくてもカリッと仕上がります。では早速ね焼いていきますよ。 YouTube チャンネルやってます。毎週日曜日の深夜にはライブ配信、ライブクッキングチャンネルやってます。ぜひ遊びに来てください。火をつけてごま油で焼いていきます。ごま油ってね、加熱にかなり強いごま油で焼くことで、ご飯にめちゃくちゃ合う味になるんで、ごま油で焼いていきます。こんなもんかな。そしたら豆腐を入れていきます。やべえ、豆腐から水分が出て油が跳ねて熱いぜってなるんで、蓋をします。蓋をしたら弱火にしてください。蓋をすると熱伝導がすごいいいので、中火でも強火、弱火でも中火ぐらいの熱量を与えることができるので、弱火で中火と同じ加熱で豆腐を焼いていきます。結構豆腐って中まで火を入れるのに時間がかかるんで、中まで熱々にしたいんで、だいたい片面2分ずつ焼いていきます。この間何をするか、ほぼ何もすることないんですよ。この間にできることで言ったら調味料を測ることだけ。でもね、こんなちょっとなんでね、すぐ終わっちゃいます。まあ、あとはねネギを切って生姜を準備するだけ。でもねこれもね、おろし生姜でもいいし、刻んであるネギ売ってるし、要するに何にもやんなくていいんですよ。はい、だってね仕事帰りで疲れてるから、10分間で作れるって言っても、10分間のうち半分は何もしたくない。なので私はこの YouTube の料理動画テクニック紹介でも、10分間のうち5分間は何もしません。いいですよね。だって簡単なレシピって動画も簡単じゃなきゃ簡単じゃないですよね。僕が楽したいからこんな簡単な動画撮ってんじゃないですよ。みんなを楽させたいっていう私の愛です、これは。はい、ひっくり返していきます。蓋がしっかり閉まっていると水蒸気が溜まるんですよ。この水蒸気が落ちると油と反発して跳ねる可能性があるので、一回これ火を止めます。それから開けます。そしたら裏返していこうかなと思います。よーい、ちょっと、おー、いい焼き加減。そしたらね、鍋の蓋についた水蒸気軽くキュッキュッキュッって拭いてあげた方が、蓋を閉める時に水分が跳ねて熱いぜってことがないので。そして蓋を閉めたらまた火をつけていきますね。相変わらず火加減は弱火です。でこれからまた2分間ぐらい加熱するんですけど、何も焼くことないんですよ。今日のレシピのポイントはもう全部話しました。それぐらいやることないんですよ。豆腐ステーキって普段ご自宅で作ったりします？今まで作ってなかったです、正直。だけどこのレシピを開発しちゃったから、しょっちゅう作っちゃうと思いますよ。じゃなかったら僕紹介しないから。新シリーズ、楽するレシピ帳、リクエストはコメント欄にてお待ちしてます。というわけで、あれから2分間経ちました。やることは一緒です。火を1回止めて蓋を取ります。おお、なんかもう漂ってますよね、美味しいって。いい感じですね。もうね、あらかた豆腐の水分は出てきたんで、あんまり油跳ねないと思うんで、ここで仕上げにちょっと強火にしてね、蓋を外していい焼き色をつけてます。やっぱね、カリカリ美味しいよね。でここでワンポイントアドバイス、油が跳ねるの苦手な方は、この段階で油をちょっとこうやって拭ってあげると、もうここまで来たら少ない油でね余裕で焼けるんで、こうすると油の跳ねが極端に少なくなるんで。よし、おお、これこれこれ、この焼き色、豆腐ステーキの一番美味しい焼き色、これです。片栗粉とか何もつけなくてもこの焼き色ですよ。そしたらここで一回バットかお皿に移し替えます。よいしょ、ちょっとフライパンを軽く拭いてあげまして、みりん、酒、醤油、これを混ぜちゃいます。よいしょ、
混ぜる理由は同時に煮詰まってほしいからですね。みりんがない場合、はお酒を足してお砂糖をちょっと入れてくださいと言いたいところなんですけど、みりんどこでも売ってますよね。楽するレシピ帳にはみりんは絶対必要です。スーパーに行って買ってください。いや今からスーパー行きたくて酒と醤油しかないって時はお酒を2倍にして砂糖をちょっと入れて甘口のお酒を作ってください。それでソースを作った後に甘さがちょっと足んなかったらもうちょっと砂糖を入れると代用できます。でもみりん美味しいよ。ではね、早速ねこの合わせ調味料を、はい、煮詰めていきます。そしたらバターも入れますね。こっからはあっという間にできちゃうんで、ソースを煮詰める前にご飯に豆腐を乗せちゃいますね。これで一気にソースを作っていきますよ。こういうね大きめのフライパンの場合、煮詰まるスピードが半端なく速いんで、あらかじめここまで準備しておいた方が失敗が少ないです。なぜバターを入れるか、みんなとっても大好きな乳化させるためですね。ごま油とかじゃ乳化しないですよね。どうしても分離しちゃうオリーブオイルも。なんでバターを使ってください。とろっとなるから。そしたらあっという間結構とろーっとしてきましたね。もうちょっと どこまで煮詰めるかっていう、これね結構ねポイントなんでね。でもここまで来るとブクブクしてどれぐらい煮詰まってるのかわからない。そんな時は一回火を消す。一回火を消してブクブクを収める。そうするとどれぐらいの喉がわかるんで、これだ来た来たぜってなったらもう一回沸かして豆腐の上にかけます。おー、たっぷりとたっぷりとしたら仕上げにおろし生姜、刻みネギ、さらに七味唐辛子をちょっとパラパラかけて豆腐ステーキ丼、豆飯の完成です。今回のレシピの詳細はクラシルアプリをご覧ください。では早速試食していきます。いやワイルドですね。うん、これはうんまって感じですね。うまいっていう食レポってなんか普通ですよね。だってうまいんだもん。うまいうまいんだよこれが。いやこれだけじゃダメだな豆腐の香ばしさやばい。あれ豆腐ってこんなにステーキにすると迫力出るんだなって。ボリューム感もすごい出るし、豆腐ってねダイエットしたいから豆腐でいいかとか、あとはちょっとお金がないからもう豆腐でしのごうとか、なんか今日のご飯豆腐だよって言ってもうーんって感じするんですけど、でもこれだったら今日のご飯は豆腐ステーキだよイエーイみたいな、そういうポジティブな感じもありますよ。このタレが豆腐との相性が異次元なのよ。うん、うまっ。生姜とね、七味唐辛子もやばい。他にね、おすすめするとしたら超簡単、ソースを煮詰めるときに豆板醤入れて仕上げにさらにごま油かける。そうすると中華料理食いに来たぜっていう、そんなことも可能ですね。もうこれ神レシピ確定ですね。豆腐の伝説、豆腐の歴史に名を刻む豆腐ステーキ丼、めちゃめちゃ自信作です。超うまい。ぜひ作ってみてください。